はい、どうも、お疲れ様です。この動画では、ボールペンの持ち方を独学で矯正してみた結果分かった、持ち方のポイント、持ち方の矯正方法、僕が実際にやった矯正の実力動画を紹介していきます。はい、まず実際にやってみた結論、一つ目、正しい持ち方を練習すれば、1、2ヶ月で慣れてくる。二つ目、独自に矯正しようと思えばお金をかけなくてもできる。三つ目、いろいろな持ち方の紹介がありますが、基本を抑えて自分に合った持ち方を探求していけばいい。四つ目、僕のような癖が強い持ち方を直すのはそこまで難しくない。それでは見ていきましょう。はい、これがね、始めた当初の持ち方もギューってね、もう生クリームでも絞ってるのみたいな。力が入りすぎてね、薬指の爪の跡がね、で、もっと前はね、さらにひどい持ち方でした。で、ペンの持ち方って何年もの癖がついてるんで、今更変えるとその過去を全部否定するような気がするのと、また一から地味に持ち方を矯正って何年かかんねんって思いますよね。見た目も悪いしね、なんかね。だから人前でペンを持つこと、また字を書くことがね、ちょっと恥ずかしいんですよね。で、この持ち方の問題点、三つあります。一つ目はね、可動域が狭いので、伸び伸びした字にならない。二つ目は手が痛くなって疲れるので、長文が書けない。三つ目は見た目が悪いから、人前で書きたくないと。まあ実際に書いてみますとこんな感じ。もうギューって力が入ってるの分かりますよね。手がすぐ痛くなるっていうのは、無駄に力を入れて可動域を制限するのに、その可動域を超えて書こうとするからということに気づきました。まあ、言うならば、下駄を履いてマラソンをする。違うな。言うな。では、ここで正しい持ち方とそのポイントを3つ。1つ目は、まあ、いろいろな動画で調べた結果、先生によって若干の違いはあるものの、大きなポイントは、親指、人差し指、中指の3点をバランスよく使うということ。で、この3点を意識して持つと、こんな風に、こんな形になりますね。で、この親指と人差し指と中指で、こう、ペンを持った、この、真ん中のペンのところが三角形になるんですよね。このゴールデン三角形。迷った時は一応このゴールデン三角形ができるように意識して書いています。で、こうやって持って書いた時に、この人差し指とこの親指、これくっつけた方がいいのか、くっつけない方がいいのか、これも動画でいろんな紹介があったんですけれども、で結局どれも正しいんですよね。人によって指の長さも違いますし、で、これが最初に言った基本を抑えて、まあ、自分に合った持ち方を探求していくということなんですよね。ちなみに僕は少しくっつくかくっつかないくらいにしています。で、この3点を使うというポイント、僕も含めて中指をおろそかにしてる場合が多いんじゃないかなって思います。字を書いてる時に中指に意識がいってないという場合は特にね。それではここで中指も含めて、実際に動かすとき、それぞれの指の働きを理解して意識して書いてみましょう。親指はこんな風に右への移動の際に使う指なんですよね。ペンをこう右に移動するときに親指で押す。っていう感じですよね。で、人差し指は上から下への移動、上から下に行くときに人差し指で上から下に向かってこう押してあげる。これが人差し指の動き、まあ、働きなんですよね。で、そして問題の中指、これが一番ね、僕はあんまり意識してなかったんですけれども、この羽、羽というか下から、そうそう、この時この羽、こうポーンってこうポーンうまく伝わんないかな。この動きの時に中指を使ってるんですよね。そして薬指と小指の働きなんですけども、支えなんですよね。え？小指と薬指ってあんま関係なくないって思うじゃないですか。でもめちゃくちゃ大事なんですよ。ここからが正しい持ち方のポイント二つ目。まずね、何も言わずにこの小指と薬指をこう外して字を書いてみてください。抜きでね、全然書けなくないですか？めちゃくちゃ書けにくいんですよ。それか、薬指と小指抜きでグーしてみてください。力入れてみてください。入らないんですよ。ね？小指と薬指って意外と重要な役割を持ってるんですよね。まあ、言うならば、縁の下の力持ち、この薬指と小指なんですよね。つまり、5本の指それぞれの役割、働きを意識して書くことが重要なんですよね。そして正しい持ち方の3つ目、リラックスして指と手のひらに空間を作る。小指と薬指を巻き込んで、でもかけるんですけれども、ギューってかけるんですけれども、やっぱりこう力が入ってるんですよね。こんな風にこう力が入っちゃうんですよね。なので、この空間の手のひらのところに、こう卵を入れるようなイメージってこうよく言われるんですけれども、こうギューってならないように、ここにですね、空間を作ってあげます。ね。まずはちょっとこう力を抜いて、こうふんわりこう持つ感じ、ギューってしないで、こんな空間をね、作る感じ。もうね、100分は一見にしかずですよ。もう卵実際に持っちゃいましょう。こんな感じ。ね。卵、こういう感じ。割れないように。ね。こんな、イメージですよ。こんな感じ。実際に持たなくていいですからね。
なんかあんまりさ、この紹介で、この卵をここに入れてるような感覚って言うんでね、つい。で、綺麗な字を書こうとすると、知らず知らずのうちにやっぱ力がこう入っちゃうんですよね。僕もだからそれはよく分かって、で、本当気を抜くと最初に持っていたの生クリーム絞りみたいなギューって持ち方になっちゃうんですよね。だから力を抜いて書くっていう、これがね、無意識に、感覚的につかめると、やっぱりなおいいんだろうなっていうふうに思います。ね、今こう書いてますけども、この、親指、人差し指、中指、薬指、小指の使い方、そしてこう力を抜くっていうこと、これね、ほんとちょっとでもね、意識することを忘れると、どうしてもこう元に戻ってきてしまうんですよね。だから常にこれを意識しながら、まあ練習するのがいいかなと思います。そして続いて正しいペンの持ち方への矯正方法なんですけれども、まあ、正しい持ち方が分かったら持ち方を矯正するにはどうすればいいのということになってきますよね。結論から言ってしまうと、正しい持ち方を意識してひたすら書き続けること、そしてシャドートレーニング、もうこれだけです。注意点としては、ただ無意識に書いていると、だんだん以前の慣れしんだ持ち方に戻ってきてしまうので、まあ、そういう時はこっち側に戻ってこーいと、まあ、現実世界に戻してあげます。本当にね、意識しないと楽な方に、慣れた方に戻ってきてしまうんですよね。そうならないためにも、まあ、ペンを持ちながら、まあ、指トレというか、持ち方を体で覚えさせるというか、まあ、これペンさえあればどこでもできるので、こんな風に動かして、指にこうか。動きを覚えさせてあげるんですね。で、最初はめちゃくちゃ違和感がありますし、書きにくいと思います。でも、こんな風にですね、指取りをしながら、正しい持ち方で書いていると、次第に、まあ、慣れてきて、今までの持ち方で逆に書きにくくなるっていうタイミングが来ると思うので、それまで頑張って練習してみてください。はい、というわけで、ここから矯正の記録ですが、こちらがね、矯正を始めたばっかりなんですが、この課題をですね、丁寧に書こうとするあまり、結果的にね、今までの持ち方に戻ってるんですよね。見てください。ギュッてこう親指巻き込んでるでしょ。で、ペンもどっちかというとこう上の方、向こう側にこう向いてるような形で、だから、矯正、まあ、始めたとはいえ、ちょっとまだ微妙な感じですよね。頭映ってるしね。ほら、だんだんペンがほら、向こう向いてるでしょ？向こう側に。ね？で、こうなっちゃうんですよね。うまく書こうとすると。これがね、一番難しかったですよね。というわけで、しっかりね、この指で体で覚えなきゃダメということで、こんな感じでね、寝る前に布団に入りながら、お布団に入りながらですね、こんな感じで、指トレをしております。まあ、さらに、編集をしながらも、こんな風にですね、常にこうボールペンを持って、正しい持ち方で、こう、矯正をしていく。そして慣れさせていくということですね。タイピングはしなくていいよ。はい、そして、これがなんだ、今までね、こういう持ち方で書いてたよなっていうことをまあ思い出しながらこんな風に書いてましたけども、あのね、前はもっとひどかったんですよ。本当にもう向こう側に向いてる感じ、ペンが。それを思うと、まあだいぶこれでも良くなってきてはいるんですけども、まあ、薬指と小指見てください。巻き込んでますよね。で、ギューになってるんですよ。生クリーム絞りバージョンになってるんですよね。これがね、なかなか矯正するのが難しかったので、やっぱ綺麗に書こうとすると前の持ち方に戻る。で、意識してちょっと書き始めるんだけど、まただんだんこう戻っちゃうっていう中で、本当にね、苦しかったですよね。まあ、あとは、このペンの持ち方を矯正した後って、どうやったって今までの持ち方と違うわけですから、こう、やっぱり下手になっちゃうんですよね、今までより。まあ、それも辛かったですね。今まではなんかこう否定されたような感じで。もちろんこんな風にね、運転中も、ボールペンの矯正の持ち方ですね。をこう意識しながらやると、これは何だろうね。あとね、お箸。これをね、なんかね、ペンの持ち方を矯正すると、箸の持ち方も良くなるみたいな話も結構あって、まあ、意識してね、こんな風にやってましたけれども、まあ、白目で見られましたよね、家族にはね。まあ、関係あるかということでね。未だにやっぱりちょっとね、持ち方としては変わってないけれども、ですね。いろんなペンでこう持ったりしてね、まあ、とにかく時間さえあればという感じでね、子供と遊びながらも、ペンでね、こう、ながらができるのはいいですよね。持ち方の矯正運動はね。そしてこちらが3月かな、なのでちょうど持ち方の矯正を始めて半年かな、5ヶ月目か半年目かな、まあ、そのぐらいでね、大きな変化がありました。この見てください、持ち方かなり変わりましたよね。何かっていうと、中指にさらにこう意識を集中させたんですよね。で、人差し指、親指、中指、この3点っていうところをまあ強く意識して、こんな風にやり始めたんですが、やっぱりね、見てください、薬指と小指がまたね、巻き込んじゃってるんですよね。ここ以外は、ちょっとなんかね、掴めてきた感じがして、僕の中でこの辺が分岐点だったかな。
2、3ヶ月でなんかこう変化があるって言ったけど、全然もっとかかってるね。4ヶ月ぐらいかかったけど。うん、でもなんか、あれっていう感じがあったのはこの辺だったかな。うん。やっぱまあ、気になるのはこのね、薬指と小指。ここさえね、しっかりあとふんわり力を入れずに、リラックスしてかければ完成っていう感じですよね。上から見た感じでもちょっとね、いい感じになってきましたよね、少しずつ。うん。ペンの向き、ちゃんと寝せてかけてるし、いい感じにはなってきました。あとはこうやってこう動画なんかで記録していくと、うん、なんか自分の変化がわかるのでいい感じですよね。なんかこれ手剥製みたいな感じになってるんだな。どうした？光の加減かな？なんか剥製みたいになってるね。ほら、でも見てください。小指とこの薬指が結構ふんわりしてるでしょ？今までより。力があんま入ってないのがわかりますよね。で、ちゃんと親指は、横の動き。人差し指が縦、中指がこの跳ね上げみたいな感じで役割をそれぞれ意識して、かけてるっていう感じがなんかあったような感じがしますね。で、これが最近5月の課題ですね。持ち方矯正始めてどのぐらいだろう。200?7 ヶ月目ぐらいかな。半年超えましたね。まあ、今までの持ち方とは本当に劇的に変わったなという感じがします。まあ、あとは問題としてはこの持ち方が矯正できたけれども、今までみたいにやっぱこう慣れた感じで書けてないんですよね、まだ。だから、なんだろう、字のバランスとかはまだ若干ね、取りにくい。でもこれは続けて書いていけば、この持ち方に慣れていって必ずできるというふうに思います。で、やったことっていうのは本当に最初に言った通り、何のことはない。ただこの正しい持ち方で、こう、まあ、引き続きこう練習を続けるということ。あとはこの指トレですよね。折々にこうペンを持って、こう、指のトレーニングで矯正していくって、この2点だけです。それ以外別に何にもやってないです。だから意識するっていうことと、あとはだんだんこう自分で矯正して、まあ、やっていくと、例えば最初に言った人差し指と親指をまあつけた方がいいとか、もう少しこうふんわりした方がいいとか、ペンの角度とか、そういった自分なりのこの持ち方みたいなのが確立されていくので、まあ、そうなったら締めたものですよね。あとはそれをひたすら継続していって、で、折々にきちんとこうまた見直すと。自分がどうなってるのか見直して、正しい持ち方になってるかどうかを確認していくと。まあ、この繰り返しですよね。そうしていけば、だんだんと、この正しい持ち方で、綺麗な字が書けていくんだと、僕は信じています。これからも頑張っていきたいと思います。はい。というわけで、今回は、ボールペンの正しい持ち方、そしてその持ち方を、半年以上継続してみた結果をまとめてみた動画を見ていただきました。本当繰り返しになるんですけれども、まあ、いろんな動画でその持ち方を紹介されている全部が僕は正しいと思うんです。で、どれが間違ってる正解とかじゃなくて、まあ、基本であるルールをきちんと、まあ、押さえておきながら、そして自分なりに書きやすいとか、まあ、持ちやすいという持ち方を探求していって、で、それを継続していくことが大事なんだと思います。まあ、実際に僕も今こうやってやってみたんですけれども、まあ、これからまた少しずつ変わってくるかもしれませんし、まあ、書いていく中で、またその字がね、上手くなっていくかどうかっていうものを引き続き検証していきますので、そして、この実際にボールペンのね、通信講座を始めて、独学でどれだけ成長してきたかというまとめの動画も今後出していきます。もちろんもう一つもですけれども、どちらの方もぜひぜひ楽しみにしていてください。はい、というわけで、もしこの動画がいいなと思った方は、グッドボタン、アドバイス、コメント、チャンネル登録の方をぜひぜひよろしくお願いいたします。みんなで楽しく練習して一緒に美文字を目指しましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは、お疲れ様でした。